せーの、下町上町中町です。始まりましたってことで、今日は何ですか。何ですか。あ、今日は恋人に内緒にしていることということで、はい、これは多分僕たち初めてやらせていただきます、うん、ということで早速、もう本当に嫌です俺、まあいつもね、これ動画撮る前に募集して、まあ、バーって見るのよ。でスクショして撮ってるんだけど、今回本当に嫌だ。えぐい、グロい、グロい。恋人が欲しくなくなると思うマジ。うん、ちょっとね、信じれない。初めに言います、うん、ほとんどが女子。正直これ男がこういうのが書かないっていうのもあると思うんだけど、インスタのストーリーで募集しても、うん、けどちょっとこれすごいんで、まあちょっと軽いのから、はい、いきまーす。まず、お金あるふりして全然お金がないこと。まあこれはまあ見栄か、見栄を張ってる。これは男なんだけど、あ、男か。これは男、うん、まあこれはまああるよね、うん、まあ、それは優しさでしょ。うん、なんかそれは別にいいプライドっていう、うん、いいプライド。そうだよね。だからお金ないけど彼女には絶対おごったり、うんうん、そういうことだよね、うん、これは全然、うん、全然いいことだと思う。お金稼ごうね、その上で。はい、次、これ女の子です。もうこういう意見めっちゃあります、うん、もうセフレがいます。うこういうのもめっちゃくちゃ来てる、うん、もうほんと一人じゃない、10人とかでもない、もう何十人やば、もうそういう関係の人はいます、うん、でも言えてません。まあ言えるわけないけどね、うん、まあこれも多いね。元彼と連絡取ってる。この元彼連絡取ってる系はめちゃくちゃ多い。え、そういうもんな。いやでも元彼と連絡取ってるは結構いる気がする。結構いるよね、うん、しかも本当にそういう感情がないんです。うんうん、そうそう、感情はないんだけど、うん、その何してるかちょっと気になるみたいな、うん、それが意味わかんなくて、うん、あと付き合うので喧嘩別れじゃない、いい別れって実際本当にあるの。友達としてになったんじゃない、別に。え、そんな人周りにいる。いる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 。あ、いるんだ、うん、なんかこれ多分男はないのよ。男側から元カノにまだ連絡してるとか、うん、あんま聞いたことないから、うん、これ女子のあれだと思いますね。女子が開き直って、あ、そう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 、が多いって、うん、確かに。まあこれも夜関係です。あなたで一度も行ったことがない、よく言いますよね。大人になればなるほど夜の相性が大事とか、うん、すごい聞くんで、これ結構ストレスになってるんじゃないですか。性欲ないふりしてるんだけど、うん、緊張して自分から手が出せてない。これ高校生ぐらいじゃないかな、これバスケのトップがだから、うん、うん、これ可愛いね、うん、まあいつか自分からガッツリ言ってあげてください。女子もなかなかね、自分から行くことできないと思うから、うん、高校生とかは。あとこれもめっちゃ多い、整形。言えないんだ。これもめっちゃ多いね、プチ整形とか二重とか、うん、そういうのが多い。その鼻とかさ、うん、輪郭とか、うん、そういうのは正直分かるから、うん、あの整形したらでも言わないってだけで、うん、分かりづらいのが二重とかじゃない、うん、これも元彼関係なんだけど、4年以上付き合ってるけど、うん、まだ元彼が好き。4年だよ。マジで？ね、そんなことあんの。そうさ、好きってことはさ、連絡を取り合ってたりするってことだよ、うん、4年間連絡取り合わなかったらさすがに、うん、じゃん、うん、4年間付き合ってるのに4年間ずっと元彼と連絡取ってることでしょ。これは犯罪ですあとこれも出産後異母児が治ってない。これ言えないね。異母児とか言えないと思う、女子。いや言っちゃうまあ、アヤみたいなタイプもいる。言える、何でも言える系と恥ずかしい系がいるね。そして、まあ、これも女子です。内緒でクラブに行ってること。あ、まあクラブはね、もう本当その浮気とかじゃなくて、うん、クラブ行ってる時点でちょっと男子とか嫌がる、うんうん、で女子もまあそれもちろん嫌がると思うんだけど、うん、遊びに行くにしても内緒にしなきゃいけないんだろうね、うん、クラブとかは。あ、逆にそういうのあえて言わないけどね、別に。あ、逆にね、うん、言ったらさ、うん、あれ心配かけるもんね。心配かけんじゃん。確かに、別に何もないなら、うん、本当に何もないで夜帰ってくんでしょ。そうそうそう。だったら別にクラブ行ってるの内緒でもいいと思う。うん、内緒っていうかあえて行ってないって。なるほどね、うん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 、確かに内緒ってあえて優しさでって入れればどうです、うん、だから何もしてなければね、うん、そこでなんかいろいろしちゃってるならよくないけど、うん、その遊び行くとか、例えば高校の集まりに行くとか、うん、別に内緒にしてても何もなければね、別に、うん、優しさね、うん、それは逆に言うと心配させない、うん、まああと信頼関係だね、うん、お互いの。これでちょっと気になったんだけど、うん、彼氏とか彼女がガチファンとかガチなリア子だったら、うん、それってどうなの。今は、うん、あやも別にいいと思うんだけど、うん、高校生の時は、うん、ちょっと嫌だったかも。まあそうだよね、うん、嫉妬の対象になっちゃうんだよね、うん、もう嫉妬なんかできないぐらいかけ離れてる存在なんだけど、うん、やっぱ悔しいよね、うん、自分でかっこいいって言ってほしいし、自分で可愛いって言われたいと。しかもなんか真逆の人とかだったり、あやと全然違う顔の系統で、うん、子とかだとなんか、うん、
え？なるほどね、もうロリアイドルとかだったら、そうそう、え、本当に私のこと好きなのって、そうそう、あ、だからリアコするにしてもちょっと自分に雰囲気似てるとか、うん、それはまだうん、まだうんまだね、だって俺の彼女がジャニーズのファンだったらちょっと一回疑うもん、うん、本当になるから、うん、確かにね。で、そのお股が臭いって言えないこと、こういうのはね、男がこれデリケートだわ。口が臭い言えない、あと脇が、そういうのがすごいあります。匂い系、こういう匂い系って多分改善できるのよ、うん、本当に病院とか行ったりすれば絶対改善できるから、うん、これは逆に行った方がいいかも、相手のためにも。臭いとかじゃなくて、うん、なんかいつもと匂い違うから、うん、行ってみた方がいいかもしれないとか。なるほどね、うん、昔からじゃないよって、そう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 、ずっと普通だったんだけど、うん、なんか最近ちょっとなんか違う、うん、なるほどね、ちょっと違う気がするから、うん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 、俺も怖いし、うん、確かに優しく言ってあげて、うん、お前マジ臭いんだけどとかは傷つくから普通に、うん、いいね、うん、あのこれめっちゃ可愛い、陰で彼氏のことを限界オタクみたいにかっこいいって裏でめっちゃ言ってる。本人には直接言ってないんだけど、多分友達と会う時に写真とか見せて、うん、マジかっこいいんだけどみたいな、あー、これ可愛いじゃん、これめちゃくちゃいい、これいい内緒というか、確かに、うん、これすごいいいなと思った、うん、あと俺バツイチ、まあ別に言わなくてもいいじゃない、そうそう、言わなくていいと思う俺も、うん、けど知っちゃった時ね、きついよね、きついな。逆に言うと35歳とかでバツがついてない人、うん、めっちゃ不安らしいよ、なんでこの人は何かある、あー、まあ確かに、そうそうそう、なんか結婚もしたことなくてずっと遊び続けてる、うんうん、方が不安らしい、罰がついてる方が一回そういうことも経験してて、でもなんかいろいろ失敗してまた大人になったんだって見るんだって女の子って、うんうんうん、だから罰位置がない40歳とか35歳とか35半とかは逆に不安っていう意見が あるね。それはもうなんか、うん、この人なんでかっこいいし、うん、何でもできるのに、うん、結婚しないんだろう、できなんかしてないんだろうって不安になる。いや、そうよね、不安っていうか不思議、うん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 、何が原因なんだろう、あ、そうそうそう、何か原因があると思っちゃうんだよね、うん、あ、この匂い系で言うと彼氏が寝てるとき耳の裏の匂いを嗅いでる、あー、で、そういうなんかちょっと臭いのが好き、なんか多い、そういう子、嘘、相手の口臭を嗅げるのってなんか遺伝子的に合ってるみたいな、うん、あー、言うね、そう言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 う、そのなんか嗅いじゃう、うんうん、っていうのはなんか遺伝子が近いとそう感じるらしいの、うん、で、遺伝子が近い方が臭く感じるんだよね、おかしくないっていうこと、遺伝子かなんかわかんないけど、うん、なんとか的に体が合ってる、うん、匂いを嗅げれるってこと、嗅いじゃうとか、うん、落ち着くとか、うん、臭いとか臭くないとか関係なくね、うん、なるほどね。まあこれね、女の子です、実はめっちゃ性欲強いけど女から誘うのって…てんてんてん、あー、これはね、なんか年取ればって言っても俺らぐらいの年になれば別にそんなの普通なんだけど、やっぱ多分これ高校生とか大学生ぐらいなのかな、まだちょっと女の子が性欲強いのって恥ずかしいって思う時期で、 DJ 怖い、 DJ 怖い、 DJ 大丈夫大丈夫なの、ねえちゃん、さっきおやつあげましたから、あやが寝てる間に。これも本当に嫌になった、俺これ見て、うん、恋人乗せる時、うん、インスタにね、うん、キニピたちを非表示にしてる、だからバレないようにしてるの、多分裏でちょっと連絡取り合ってるしてる人を非表示にして親しい友達で、一応女友達とか今、うん、彼氏とストーリー乗っけないと、なんか変じゃん、うん、付き合っててストーリー乗っけないのって、うん、変っていうか普通に乗せたいんだ、あ、そうそう、乗せたいだけど、キニピたちにはバレるとなんかえってなるから隠してるとかね、うん、これ最低最悪、これ最低最悪のことしてる、確かにね、うん、キープがいるってことだもん、うん、しかも彼氏には表示してればさ、うん、あ、俺のこと載せてくれてるっていう安心感があるじゃん、確かに、これ悪いよこれ計画的に載せてるから多分、うん、悪いなと思ったね。あとこれ多分バレてないんだろうね、今結婚して子供もいるけど付き合ってる時浮気してました、あー、これはもう隠し通して、うん、これは自分の中で貯めといて相手には絶対言わないこと、うん、それだったらもう全然今幸せなの、うん、本当にいいと思う。まあこれ女子、彼氏は取り巻きキープしといて、うん、彼氏は常に探してる、えー、だからもうすぐ付き合うパターンの人ね、 あの、いるやん、恋大きい女の子って、うんうん、ただそういうパターンなんだもんね。不思議だと思ってたけど、そうやって常日頃探してるから毎回できる、うん、ああ、そうだよ、さ、彼氏がいてももう彼氏だけで他の男とはもう関係ないとかじゃないんだと思う、彼氏がいても好きでも他にもいい人がいるのかなって常に探しちゃうの、だから俺に近いよね、俺彼女いないけど常にいい人いないかなって探してるから、うん、で付き合えない、はい、かわいそうな男、はい、だからまあずっと探してるって感じですよね宝探しでまだ見つかってないよみたいな感じですね
宝くじ当ててないよみたいなね、うんうんうん、一旦買っとくけどみたいな。そう、買ってる、めっちゃ買ってんの俺宝くじ。けどまだ当たってない。これいつか当たるから信じようよそれも。でこれめっちゃこれいいなと思った、うん、彼氏とおやすみって会話終わったら、うん、一人で機内モードにして、うん、一日の LINE を見返してる。可愛くない？これめっちゃ可愛いなと思った。本当になんか微笑ましい、うん、だからあのおやすみモードにしないと、おやすみって言った後に相手から返信来てもすぐ既読ついちゃうから、うんうんうん、だからその前にこうやってね、これめっちゃ可愛い、可愛いね、うん、めっちゃ可愛いなと思った。これを恋人に秘密にしたことありますかで、うん、言ってくんのが可愛い。確かに、そのさ、普通ちょっと言えないこととかじゃん、うんうん、この可愛い秘密とか、うん、これめっちゃいいなと思う。これもめっちゃあった。喧嘩した時に排水口の掃除を彼氏の歯ブラシでしてるとか、うん、トイレを彼氏の歯ブラシで洗ったとか、うん、あの洗面、あのキッチン洗ったとか、すごいある、うん、喧嘩した時の歯ブラシを汚いところで洗う。マジで？うん、これすごいあった。考えたこともなかったわ。これ嫌だね。でもまあ、やりたくなる気持ちはわかる。そういうことをね、うん、しかも相手は気づかないから、うん、よりなんか、うん、はい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 、ざまーってことでしょ。これ悪いね、これ本当に。でも絶対気づかないから、100% 気づかないから。あとこれも可愛いなと思った、うん、元彼いないのに元彼3人いるってことにしてる。だから恥ずかしいんだろうね、なんか今まで彼女がいなかったことが、うんうん、だからちょっと強がってるってことだよね。彼氏ね。あ、そうか、彼氏。これも可愛いなと思った。これ高校生です。可愛いのとかも本当に微笑ましくて、俺なんか嬉しくなる。お泊まりの時、お風呂上がりにすっぴん風メイクしちゃってること。あー、それは付き合いたてはやる。これ結構ある。うん、あるあるある。 あるんだ、うん、それはなんで？すっぴんがやっぱ恥ずかしいってこと？恥ずかしいっていうか、ちょっとでも可愛く言いたい。うん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 。から高校生の時とかも、うん、あ、お風呂入ってきちゃったって言ってちょっとしてるみたいな。うわー、可愛い。めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。なるほどね。うわ、すっぴんもちょっと可愛いんだって思われたいじゃん。すっぴんメイクはどうやればすっぴんメイクなの？ファンデーションと、うん、ちょっと軽く眉毛と、うん、ちょっと色つくリップ。うん、ファンデーションとかさ、ほっぺらさっつきバレないの？でもほんと薄くね。本当に薄く薄く。へえー、かわいい。とかちょっとほんとナチュラルなカラコン入れるとか。男気づかないもんね。気づかない、そういうのマジで、うん、だから俺そのやっぱなんかよくキャバクラとかラウンジとか行った時に、うん、夜食の子って彼女候補でありなんですかなしですかみたいな会話ってあるの結構、うんうんうん、その中でありだけど、うん、心配って俺はいつも言うんだけど、うん、やっぱそれの通り、うん、夜食しながら彼氏とは別でいい人いないかお客さんの中で探してること。だからもう常に出会いがあるわけで、うん、やっぱお金持ちとかイケメンが来たりすると不安じゃん、うん、普通に OL してる子よりも。だから不安が勝つよね。確かに。本当にね、夜食してても付き合っててもう浮気もないってあると思うんだけど、うん、男からしたらね、男からしたら不安だって。逆に言うとホストの彼氏がいたら不安じゃないって、うん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 、それと全く一緒だから、うん、あとこれもね、これ多分大人だなと思ったんだけど、うん、ステータスで惚れた。顔とか優しさとかじゃなくて、例えば学歴、年収、家とか、うん、そういうステータスで好きになってるっていうのを内緒にしてるんで、うん、やっぱ かっこいいとか言ってるんだろうけど、うん、本当はステータスでやって、あのもう職業とか、うん、そういうので付き合ってます。もうこれはでも隠してていいけど、別に言ってもいいんじゃない？言ってもいいし、うん、尊敬できるってことだよね、うん、つまりなんか尊敬できる人が好きっていう人多いから、うんうんうん、その自分にはないものとか、うん、やっぱお金稼いでる人ってすごい人だから、うん、そこに惚れたっていうのは全然男としても嬉しいし、確かに、うん、別にそのために頑張ってるわけだから、うん、男もステータスだけで惚れたんだよね。あ、言い過ぎ言い過ぎ言い過ぎ。だから正直、うん、仕事柄から気になり始めて、うん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 、しっかりしててってそういえば結構嬉しくない？そうね、嬉しい嬉しい。今は本当に中身も好きだし、うん、あれなんだけど、最初はやっぱステータスっていうか、その会社とかやってるじゃんみたいな、うん、それ本当気になったんだよね、うん、とかは全然言っていいと思う、うん、むしろ褒め言葉だよ、うん、嬉しい嬉しい。男が一番 言われて嬉しいことじゃん。あ、そう、仕事で惚れられる、うん、仕事で惚れられるっていうのはちょっと別だけど、尊敬されるってすごい嬉しいから、うん、仕事に対して。これ女の子、ホストに750万使って二股してます。はい、別れてください。付き合ってる意味ありませんと。いや、これも多いね。お金なくて風俗してます。あ、風俗とかをずっと隠してるっていう子はめっちゃいる、うん、けどバレない、お金の感じで。それっぽくしてんじゃない、その人の。だからこれはね、これは本当に隠し通した方がいい。これ嫌な嘘、正直彼氏から男からすると、うん、嫌だね。浮気よりも嫌だかも。マジ一回やっちゃったことあるんだよねより、ずーっと今まで風俗してたんだよねの方がショックかも。確かに、ショック。まあその風俗が悪いとかじゃないよ、もちろん職業的にすごい大変な仕事なんだけど、うん、先に知りたい情報。確かに、それは、うん、本当に先に知りたい情報だね、これは。あ、これ怖いです。携帯の暗証番号を知ってること。あー、これは怖いね、男子。
ねえ、これ寝てる間とかにだから見られるよってことで、うん、見てるよってことでしょ。でも多分知ってることっていうことで別れてないってことは、うん、多分彼氏何もしてないんだもん。うん、そうだね。そうだよね、うん、見たことないんじゃない。ただ知ってるからいつでも見れるよってことだ、ね、なるほど。なんか本当にプチンと切れた時あったらもう見ちゃいますよってことね、うんうんうん、なるほどなるほど。確かに泳がせといた方がいいもんね、うん、まあこれもね、まあ長く付き合ったらあるのかなと思うんだけど、もう気持ちはないけど惰性で付き合ってる、うん、これは結構もうよく聞くんじゃない。だからこれが言うたら彼氏いるけど他の人を探してる状態なんじゃない。どれぐらいからさちょっと別れづらくなるの。3年とか言ったら別れない。そうよね、3年とかはね、もう情もあっちゃうし、うんうんうん、家族みたいになっちゃうし、あの人としてなんでしょ、もう人としての関係だから、うん、女男というよりも、うん、それで惰性でね気持ちはないけどね。そういう場合ってさ、その後に気持ちが復活とかあんの。もう こうなっちゃったらもうないの。でも別に嫌いなわけじゃないですよ。うん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 、でもそのもう昔みたいにもう大好き、うん、もうずっと一緒にいたいがなくなっちゃったってことでしょ。それはできない、もう戻らないと思うよ。うわ悲しい。だからそれかもう本当にお互いのことめっちゃ知ってるから、もうあとは結婚だけだね。うんうん、これもうめちゃくちゃ可愛い。こんなのはもう本当バレてほしい。彼が出張で帰ってこない日、うん、寂しいので勝手に彼のパジャマを着て、うん、彼の寝る場所で寝てます、すみません。可愛い可愛い。こんなのバレたらね、うん、バレたら彼氏もっと好きになるよ。確かに、あなたのこと、うん、これはうん可愛いと思う。で内緒にしてていいと思う、うん、いつかバレるから可愛い。これもう一回探します。笑ってんだけど、ん、なんでおもろかった今彼氏のパジャマ。ねえちょっと待って。テディもそうだもんね、アヤがいなくなったらアヤの場所に寝てるもんね。確かに、アヤの匂いを思い出してね。今日可愛い、可愛いよね。うん、やっぱお父さんとお母さんが預かってたから、うん、ふわっふわなのねえテディめっちゃ可愛いになります。水買いに行くって言って、うん、家出てミスゾに行ったこと。もう可愛すぎるでしょ。こんなん一緒に彼氏と行ってよミスゾ。こんなのさ、まだ食べんのって思われたくなかったんじゃない。ああ、え、嫌なの、まだ食べんのとか聞かれんの。嫌かも。まあ、嫌なんだ。なんか男より食べてる時の自分、うん、なんかすごい食べんね今日、うん、とか言われるとなんか、うん、はずみたいな。うわそうなんだ、やっぱそれ女の子あるあるなんだ、うん、あと家賃を払ってくれるおじが存在する。だからパパ活みたいなことかな。でもこれパパ活ってなんか一括りにするとやっぱ夜の関係があって、うん、それでお金もらってるみたいな、うん、っていうのがなんかなんていうの、想像するパパ活だと思うんだけど、うん、本当に食事だけとかあんの、うんうんうん、もうおじいちゃんとかはそのそういうこともやんないけど、うん、ただ一緒に若い可愛い子とお食事行きたいとか、うんうんうん、ただ養いたい自分がっていうおじがいるのよ、やっぱお金持ちの。だから、うん、そうね、家賃を払ってくるおじが存在する。これはまあまあ難しいけど、逆に彼氏に言ってこういう人がいるんだよ、ちょっと食事行ってきてお金またそこでそのお金で一回なんか、あー逆にね、逆にマジでね、逆にマジでそのおじを利用するじゃないけど、うん、彼氏と一緒に共有する、うんうん、そういう関係がないなら、うん、だったら彼氏も逆にサンキューじゃない。例えば大学生だとかだったら、うん、確かにね、うん、ラッキーぐらいじゃん、うん、いや行ってきて行ってきてって迎え行くからぐらいの、うん、これも可愛いね。高いスキンケア類を買った値段より安く伝えてる、うん、高すぎるとね、うん、ちょっと惹かれるからね、うん、あと遠距離恋愛本当はめっちゃ寂しいこと、いい、寂しくない風にしてるのかな。そう、可愛いな。借金あること隠してる人多い。あー、てかさ、借金してる友達いる周りで。税金に追われてる子とか多いけど。税金に追われてる子ね、うん、でそれ借金じゃないから、うん、俺借金してる人見たことないの。確かに借金はいない。アイフルーとか、うん、それよく聞くじゃん、うん、そういうところでめっちゃ借りてるみたいな、うん、いないんだよね周りで。確かに、いない。うん、本当にいない。あ、これ怖いね。逆に相手が私に内緒にしてること、それに気づいてる。LINE 見られたり、うん、カバンの中身チェックしてる、うん、こと気づいてる。あー、ことを逆に内緒にしてる。うん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 、いるよね、たまに。いるんだ。うん、近い人にさ、うん、携帯見られてんだよね。うん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 、とか全然そういうのいっぱいある。あ、そうなんだ、うん、けどまあ逆にね、逆に逆手に取れるしね、携帯心に何もなければみたいな。うん、そうだ。まあまあそういうの悪いけどね、その考えも、うん、あー、あー、これ男あるあるです。家でタッチションしてること。これ女子もうほんとお前絶対タッチションですんなよって、もうあやにもあやにチェックしてきたら言われるの、お前絶対タッチションすんなよって。これあるよね。これあのあれなんですよ、レイクレとね初めてコラボした時、あやんちで、今の家じゃなくて昔のあやんちでね、コラボした時に酒めっちゃ飲んだよ、ね、でめっちゃみんな酔っ払って、それであやんちで誰かタッチションしました、うん、あれ誰ですかマジで。え、レイクレだっけ。え、レイクレでやった。レイクレの撮影はめっちゃベロベロになったし。え、レイクレとお酒飲んだっけ。飲んだ。レイクレとウイスキー1本終わるまでみたいな。もう一組お酒飲んだ。あ、ソラチーだ。アバンティーズ。うん、ソラチーがやった。うん、おい、ごめん、レイクレごめん。ごめんなさい、ごめん、レイクレじゃなかった。
そうそう、アバンティーズとか初めてコラボした時にそらちゃんタッチションでやりやがってね、酔っ払ってタッチションでやりやがって、しかもはみ出てるの、うん、クラブのトイレみたいな、最悪でしたよ。最悪でした。俺が吹きました。裏垢があること、あそこで彼氏の悪口をめっちゃ吐いてる。裏垢っていうのはさ、例えば俺らだったらあるやん、さすがに表にと地元用とかがあるから、それが俺は裏垢って呼んでるんだけど、うん、別に俺裏なことはないのよ、うんうんうん、ただ地元の友達のと相互なアカウントがあるんだけど、普通の人ってみんな裏垢があるの。え、結構あるよ。そう、俺が会う活動者とかさ、みんなプライベートのアカウントあるよみたいな話聞くから、うん、まあそうなんだと思うけど、普通の、そう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 、あるあるある。じゃあさ、聞かれないの彼氏に裏垢教えてみたいな、裏垢も繋がろうみたいな。え、ないないない、それはないないんだ、うん、付き合っても繋がらないんです、そこは。うん、彼氏の元カノ全員のインスタ知ってること。あー、わかるわ。え、これわかんの、うん、これなんでなんでなんで。めっちゃ探ってると思われるの嫌じゃん。え、けどさ、なんで探るの。まだなんか連絡取ってないかなとか、彼氏の片鱗がないかなとか、うん、そう、いいねとか押してないかなみたいな。うわー、なるほどね、うん、はい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 。そっか、いいねとかも嫌だか、うん、元彼にしてたら、うん、こんなんめっちゃ内緒にする必要あんのかな。彼氏にすぐ返信できるように彼氏だけ通知オン、うん、他は全員通知オフ。いえ、これ、あ、秘密でしょ、意味ないって。まあ別に言う必要ないよ。まあ言う必要ないけどね。え、これめちゃくちゃおもろいよ、これ。彼氏が口が臭すぎて寝てる間にブレスケアを食べさせてパブリーズめっちゃしてること。え、これ彼氏気づいてないの。このブレスケア口に入れて、え、本当にこれ。これもすごい。彼氏いるけど同性と付き合ってること。え、女友達って言えばバレないやん。確かに超仲いい友達、うん、まあ出かけてくる、でそっちも付き合ってると。これ複雑だね。いやでもいた、そういう子。嘘。男の子だけど、うん、彼女いるけど、うん、それは周りに普通の男の子だって思われたいから、うんうんうん、カモフラで付き合って、うん、本当は男の子と裏でずっとそういうことをしてるって子は、なるほど、ね、いたね。やっぱまだね、まだ同性好きってちょっと、うん、そうそうそう、変な目で見られること多いもんね、うん、そっか、そのカモフラのために彼氏を作ってるっていう、それ複雑だね。しかもその当時はもう知らなくて、うん、なんか何年後に実はみたいな、うん、うんうんうん、彼女いたんだけど、うん、あれは周りには思われたくなくて、うん、でもその女の子のことも本当に好きだったけど、うん、やっぱ男の子の方が好きでみたいな。かー、これは切ないし隠し通してください、うん。うわ、これマジで探偵。定期的に他人を装って彼氏に DM して浮気してないか探ってる。あー、え、こんなのあんの。え、なんか TikTok とかでよく見る。え、マジで。初めましてみたいに言って、うん、これで誘ったら来るのかって、うん、連れてみたいな、ね、最悪。ね、それさ、自分からさ、なんていうの、自分から浮気させに行ってない。これやる必要あるかな。まあやる必要はない。うん、ないよね、うん、でもやっぱそう、あの、まあメンヘラに近いのかな、そういう子。信じたいみたいな。うんうんうん。まあ確かにそれで何もなかったら逆にもっと好きになるからって、うん、そう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 、怖いね。一か八かもう、うん、一か八かすぎるって。怖いって。そんなことしない。カジノ。ほぼカジノ。そんなことしないで。これやばいです。会うたびお金盗んでる。うわ、これどっち、これちょっとどっち。女でしょ絶対。女、うん、これやばいよ、それやばいって。マジでそれ、そんなんやられたらマジ嫌いになるわ。彼含めて経験人数2人って言ってるけど本当は40人とか。これは墓場まで持っていく。丸。持ってってください。これは僕たちだけしか知らないよね。あとタバコ吸ってることを隠してる。あー、いる。男女どっちもいるんだけど、うん、バレないことなんてあんの。タバコで。アイコスは分かんないか。わかんないんじゃない。でもアイはわかるじゃん。俺アイと集合するときにさ、うん、俺がアイコス車で吸ってて、うん、でも窓とかも開けてるよ、うん、けどうわアイコスの家する、うん、わかるじゃん。うん、わかるよ。でもわかんないんだ。うん、徹底してる人はマジで、うん、いる。周りにもなんかタバコ隠してるとか。いた、全然いるんだ。その彼氏の方がタバコを吸ってる女の子が嫌いでとか、うん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 、逆もあったし、うん、その女の子が嫌いでとか、うん、そっか、隠し通せるもんなのか、うん、言ってもいいと思うけどね、うん、前で吸わないようにするとか、会う前とかは、うん、そういう匂いは、ま、もう一切消して言うけど、うん、家とかでは吸わせてぐらいで、うんうん、別にそれなら迷惑かけてないから、うん、本当にいいと思うよ。あとこれすごいの来ました、うん、恋人いません、うん、わら、今小学6年生です。でも元彼なら3人います。小6で元彼3人の。そうだよ、友達のいとことかも彼氏と遊びに行ってくれた。マジで、うん、小学生で。もう俺を超えてるの。小6でやばいって。マジで。マジでやばいって。それは学校の男の子と話したこと、隠してること。かわいすぎるって。かわいいな、ほんとに。これもめっちゃかわいいよ。これもほんとに言えないこと、サプライズだね。彼女のタンプレのためにバイトを増やしてる。あー、かわいいね。気づいてるしね、彼女も。うん、絶対気づいてるよ、うん、
怖い、これお泊まりするたびに相手の歯ブラシの毛少しずつ取ってるんだって怖いって、めちゃくちゃ怖いって今言う、まあ、内緒にしてそれクソメンヘラなこととかも結構あるね。友達に呼ばれてるあだ名が魚なこと言いたくない言いたくないね、それ恥ずかしいね、恥ずかしい、それ言わないで、それは恥ずい、彼氏もやだし、彼氏もやだ、自分の彼女が魚って呼ばれてたら俺もちょっと、魚みたいなみたいな思うからこれは言わない、これはちょっと言わない方がいいです。遠距離恋愛でメンエスしてること、福岡寄ったら来てくださいね。はいこれかわいい、本当にその相手のことを思ってるんだろうなと思うんだけど、うん、付き合って3年目だけど、うん、泊まりの朝は早めに起きて歯磨いてまたベッドに戻って寝たふりする。へえ。これ気使ってるね、すっごい、うん、これもう本当に好きなんだろうね、うん、だから振られたくないってことやね、これすごいね、うん、振られたくない、口臭くて振る男もどうかと思うけど朝ね、朝のちゃんとそういう意識してんだろうね、うん、ずーっと異性としてずっと常に女の子でいるんだろうね、うん、それが一番いいよ。これも多いです。元彼との写真をつい最近まで消せなかったこと。元彼とかの写真とか元彼の写真って残しておきたいものなの？思い出としてってこと？うん、前は思い出として別に。もう好きとかじゃなくて、あ、ここ行ったなーとか。うん、そうそう。絵も？そう。この何日何日に会ってたんだみたいな。あー、もうそういう感情ないけどね。そうそうそう。っていうこと？うん。嫌だ。逆に相手の携帯に元カノとの写真があったら、それは嫌だ。あ、いやわがままだなでもそう、いや女の子嫌だよね、うん、正直俺はね、なんとも思わない、うん、なんかそもそも消すの面倒いってあるでしょ、うんうん、めちゃめちゃ3年間付き合ったらもうバーってあるわけでしょ、うん、それ探して消すの面倒くさいのかなみたいなは思うね。喧嘩したら毎回泣いちゃうんだけど、うん、だんだんイライラして、うん、布団をめっちゃ殴りまくってることだった可愛いな。あやは、うん、喧嘩している時とか、うん、イラついてるんだけど、うん、それを出さないように、うん、手をクッってやってるずっとあのこう話聞いてたりするんじゃん、うん、でこうこういう体勢とかするとするんだけど、うん、こう話聞いてる風にして、うん、ここもキュッってずっとやってる。でも表情は普通なんだよ。そうなの、表情は普通なんだけどずっとここにって力入れてじゃないと、もう爆発しちゃう。どっかに力入れてだから、うん、見えないところでも、うん、力を入れるっていうのがめっちゃ可愛いやんまあそうしないともう暴れちゃうんだ。暴れちゃうっていうか、イライラを表に出さないようにしないと、なんかイライラしてる自分もちょっと恥ずいとか、なんかダサい、バレたくないっていうか、イライラして喧嘩になったりするのも嫌だから、グッとこらえる。あやはもう手でめっちゃイライラを抑えてるおもろあー、これもすごくいいほっこりエピソードです。彼氏が病気になってから、その病気にいいとされる神社に毎日通ってること。うわ、本当にね、良くなるといいね、マジで。ちょっと、どうしたの？どうしたの？俺、ぐっと手に力入れてるイライラしてんだけど今、ぐっと手に力入れてんだけどやべえ、だって、純平の口臭好きじゃん。だから、海の裏とか、だから DNA 近いんだろうね俺、犬科だから、俺どちらかというと人間というより犬科に近いんだろうね。純平だけだよ、こんな。なんでだろうね。ベアやめて、ベア尻尾が、ベア尻尾もう楽しそうすぎるだろ。ベアちゃん、ベアベアビビりながら尻尾めっちゃもうベアちゃん、どうしたの、どうしたの、急にどうしたの。ベアおいで、ベアちゃん、おいで、おいちゃん、おいで。いきなりさ、純平への愛さ、燃え出す。だからもうぐっとこらえてたんだろうねおもちゃとかで、でも本当にもうベアちゃん、おいで。うん、ちょっとごめんなさい、皆さん一体ちょっと、うん、ベア、ベアちゃん、ベアちゃん、もうアヤなんて見えてないもんちょっと待ってベアちゃん、ちょっとやれよ。うわ、これすごい、おごってもらったらその金額分貯金してる。うわー、でもこういうのなんかよくあるよね、うんうん、あるよね、なんか、うん、彼氏と会ったら500円貯金してくるみたいな、うんうんうん、だからそういういいよね、かわいいかわいい、うんうん、でいつか旅行行くみたいな、そんな感じでしょ。素敵だと思います。彼氏の貯金が少なすぎるんだけど、私の貯金が1000万あることだった。あー、だからもう言えないんだろうね、うんうん、ちょっとやっぱなんかどこかではやっぱ男の方がお金持ってなきゃいけないっていう感じあるやん、うん、だから女の方も気まずいしね。そう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 、彼氏がお金持ってるとか、でも彼氏が多分おごってるんだろうね、うん、これ言えないってことは、うん、そうなんだ。これはさ、ほんとボケなのかな。純平のことを本気で推してることっていうのがすごくあるね。これボケ隠さなくていいと思うよ運転に口出してくんの、ほんとムカつくって。あ、女が、女の子が、あー
これね、運転の仕方とかあんま言えなくない？人の運転乗ったことないからあれだけど、男の人の運転乗った時にさ、うん、めっちゃ嫌だって言う人いるじゃん。あーうんみたいな、うん、思いっきり入るとか、うん、うちの運転手大丈夫？あやの前では大丈夫？あ、でもまあ見ないようにしてるよね。真剣に見たら怖いから荒くてそうなのよ、うん、うちの運転手はほんと荒くて、うん、プツンと切れるとボワーンっていくんだよね、うん、それちょっとやめてほしいんですよ、なかなか言えずに言えずに、うん、まあ、事故ってたらさ、なんかもうちょっと気をつけてるんだけど、うん、事故ってないし、うん、しかも俺らのために早く行こうとしてるわけだから、うん、ちょっとむずいんだよね。そうだからなんか多い、うちの彼氏の運転マジで嫌なんだけど、うんうんうん、運転してもらってるし、まあそうね、言えないんだよね、うん、みたいな。え、嫌だって荒いことだけ？荒いとか性格変わるとか、あうっせえよとか、あなるほどね、ボソッと言う、ボソッと言ったり、うん、譲らないとか、うん、道を、なるほどね、とかだとなんか彼女からしたらさ、いやそんなことで切れる、あーなるほどね、あと入れてもらってあのカチッカチッやめる、ハザード咲かないとか、そういう些細なことね、うん、そうかそうか、確かにな。じゃあこれ最後です、いつかバレます、これ本当は20歳だけど24歳って言ってることこれすぐバレます話してて分かりますあと身分証見られたらバレるので、これ早めに言ってあのその若い子が好きなのかな、その人は付き合ってる人に、うん、だから恋人に、だからマジでそれ意味ある？辛くない？結婚考えてないのかな？もう考えてないんじゃない？もうよくわからんけど、それはバレます。はい、こんな感じでいろんな人から恋人に隠してること聞いたんですけど、まあほっこりもあるし、うん、ほんとグロいのもあるし、うん、怖いのもあるしって感じで、うん、ちょっと皆さんバレないように、はい、うまく恋人といい関係を続けてください。はい、ということでこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、無断転載お願いします。じゃあねShoot me down with lethal aim, baby girl, I won't tell a thing. Oh, how seasons change, winds picking up, I bet I look out. Cause you said something, then I said something, now I have nothing. I just want to love you. I just want to love you.OK、はい、おいで、おいで、おいで、トリ君、おいで、おいで、おいで、トリ、おいで、テリーは嫌なの、ベアにして、はい、ベア、テリーはここがいい、はい、お疲れ様。いや、こんななんの今、ディズニーコラボこれ、うん、終わります、あとはあなたたちと、あ、ここだけですよ。